はい皆様ごきげんようチューニップリンセスです。連休の2日目なんですけれども、まあ、ちょっとあのお家がタ事っぽいのと私があのほっぺたが赤くなっちゃったのもあってまた2日連続おうちに <laughs> おうちにいっちゃってるのであの先ほどですねあの2食目をいただいたんですけども2食目の えっと肉豆腐のご紹介ですちょっとお豆腐多めなんですけどもちょっとお肉はね短角牛なんですけどもあの私焼肉でもちょっと実は食べたいなと思っているのであの私用にねあの王子はねあんまり今あのどの使いがあるのであの肉豆腐にした方がいいかなと思ったのもあって肉豆腐にしたんですけども私焼肉でもちょっと食べたいので。 私用にね、何枚か焼肉用に少し取ってあります。で、残りの、えっと、ほとんど70%ぐらいかな、の、え、短角牛を使って、え、こちらの肉豆腐を作りました。こちらのお肉は、えっと、第一宅配の、あの、短角牛焼肉用っていうのがあるんですね。もうほとんど赤身の、まあ、ちょっといいお肉なんですけども、でも、その、 お肉は本当は焼き肉用で焼き肉にするために買ったんですけども私もあのなんかお肉豆腐が食べたいなっていう気持ちになってで王子も肉豆腐の方がね多分食べやすいだろうなと思ってあのほとんど肉豆腐に使っちゃいましたでそしてこちらのお豆腐なんですけれどもこちらのお豆腐はあの身之助豆腐特選っていうので。 あの、これも大地宅配で買ったんですけども、みのすけ豆腐は母がすごく好きなお豆腐でとっても美味しいんですね。それの特選、特選の木綿だと思うんですけども、そちらを使って作りました。これもだいぶ煮込んだ感じなんですけども、もう余ったお野菜もいろいろ入れて、大根とか、あと、ごぼうとか、あと白菜、えー、長ネギ、えー、生椎茸、 かなこれ、元気椎茸っていう、あのー、第一宅配のですね。大体、あのー、大体全部第地宅配のお野菜とかですね。それを使って作りました。これもだいぶ煮込んだところなんですけれども、これ、あの、ちょうどぐつ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 煮込んでる動画なんですね。ね美味しかったな、本当に。でね、 これ、ごめんなさいね。これさっき全部ヌードルのご紹介したのなんですけどもね。美味しかった。で、えっと、こちらですね。こちらが仕上がったのと、これ、まあ、王子がちょっと盛り付けてくれたんですけれども、なので、あの、こういう感じで、ちょっとあの、短角牛が一つしか見えてないんですけれども、中に、あの、まだもうちょっと入ってるような感じで、 あの一緒に今あのいただきました。もう本当に、あの、もう他に全然何にも用意できなくって、もう、あの、こちらの、えっと、肉豆腐だけ、<laughs> 肉豆腐と <laughs> ご飯だけっていう感じだったんですけども、まあ、何回かお代わりをして、 あの、二回ぐらいかな、なんかお代わりして、あの、いい感じに二人とも食べて、もうね、お鍋いっぱいに作ったんですけど、ほとんどもうないです。一 <laughs> 回でほとんど食べきったような形ですね。でも本当に純粋にご飯と肉豆腐でいただいたような感じで、今日一食目ってどうでしたっけまだご紹介していませんでしたっけ 試食目はもうほ,あのほとんどなんか昨日と同じような感じだったんですけども、まあもしあげれたら後であげてもいいかなと思っています。もうなんかおこもりさん連休になりそうな感じですね。まあいいかな。それはそれでっていう感じで。まあ明日あたり、王子が元気になって私のほっぺたの赤みも引いたら <laughs>。 なんか、あの、もう、ね、もうどこでもいいから、ご近所でもいいし、どこでもいいから、なんか、一日ぐらい出かけられたらいいなって <laughs> 思ってます。でも一緒になんかさっき肉豆腐食べて、なんか、いろいろ喋りながら食べたので、まあよかったかなと思って。で、またもうあの、そう、あ、これね、これ、あの、食後の、えっと、デザートなんですけども、きなこデーツ。きなこデーツというアマゾンで見つけた、 これですねえ。デーツにきな粉をまぶしたのを食べました。アーモンドも食べました。そんな感じの2食目でした。バイバイ。